皆さん、こんにちは。インスパイアの横田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ツイッターのことについてお話をしたいと思うんですが、まずですね、ちょっとこちらのデータの方をご覧いただきたいと思います。はい、現在ですね、ツイッターのユーザー数が世界で 3.2 億人、まあ、正確にはね、3.19 億人なので、まあ2億、3.2 まではまだ行ってないんですけど、まあ 3.2 億人。そして日本国内では4000万人と言われているユーザー数のツイッターというサービスがありますが、これについてですね、随時ですね、ツイッターに関するニュースなんかをまとめているページを、私ブログで随時更新しているんですが、おそらく日本唯一じゃないかなというふうに自負していますが、今日はこのニュースについてちょっとお話をしていきたいと思います。まずですね、ちょっとこちらの方をご覧いただきたいと思うんですが、出ますでしょうかね。はい、こちらですね。はい、以前ですね、これいつの記事ですかね。2014年の4月の16日に書いた記事なんですが、まあ、2014年から、まあ、今日までですから、3年弱ぐらいにわたって、ツイッターに関するニュースをまとめてきて、そして古いもんでは2006年ぐらいからツイッターに関するニュースなんかも追記していたんですね。で、この記事が、これワードプレスで、記事を書いてるんですけど、ワードプレスの、1ページに書くレコード数っていうんですかね、記事数っていうか容量っていうのがそろそろ限界に来てですね、もうこれ以上書くとですね、アウトになりそうなので、今日は2ということで書きたいと思います。実はこれに気づいたのは、他にも2つぐらいあるんですけど、1つ目は Facebook に関するニュースを集めましたっていうですね、記事を書いてるんですね。で、この記事も随時更新していったら、ある日突然ですね、もう更新できませんって言われるようになって、更新できなくなったので、まあ、今回ツイッターの場合は、更新できなくなる前に、早めにですね、2の記事を書きたいということで、今日があるんですけど、あまりにも長いページ、あまりにもスクロールして、情報量が多いページを作ると、どういう状態にワードプレスになるかっていうと、僕の場合ですよ。僕の場合は、上にですね、いわゆる編集タブである、リンクを入力するとか、例えば太字にする B みたいな入力する項目が1行あるんですけど、あの行がですね、出なくなるんですね。で、出なくなるんで、しょうがないから、例えばリンクを入れるときには、リンクってとこを押して、リンク入れてたのができなくなるので、もうタグでですね、A タグっていうタグで直打ちしてたんですね。そしたら随時更新できるんですけど、それでも、ダメになって、更新できなくなったのが、Facebook の方なんですね。で、Twitter の方も、ついこの間ぐらいから、投稿できなくなって、リンク投稿になってきたんで、リンクを自分で打たなきゃいけなくなってきたんで、これそのうちまたね、書けなくなるって、それがね、ある日突然やってくるので、そうするとですね、実は Facebook のページもそうなんですが、過去のページ、まあ、いわゆる1ですね、1のニュース記事から、2に移行しましたっていうこともさえも書けないんで、そうすると1のページにアクセスした人が2に行けないじゃないですか。ということで、今日は早めにですね、こんな感じで、この2016年までは、ここに書いてる内容なんだけど、2017年以降はこっち側の方に移行しましたので、ぜひこちらの方を見てくださいねっていうね、誘導のページをね、作ることができたんですよね。という、今までの反省を踏まえて、書きました。ということで、まあ、これ随時更新をやってるっていうことで、ちょっとツイッターのですね、2017年から少しですね、振り返って、時間いっぱい振り返っていきたいと思うんですけど、で、今回作ったのがこの2のページになりますが、2017年2月20日、昨日からですね、ちょっと遡っていきたいと思いますが、まあ、ツイッター自身がですね、今、業績不振ということで、まあ、ユーザー数は若干ですが、世界で増えていて、国内では順調に今増えているんですけど、まあ、なかなかね、Facebook とか他の SNS と比べたら伸び率が悪いので、なので、危機感を感じていて、今ですね、ツイッターが抱えている問題は、とにかく、ユーザーにね、わかりやすくして、もっとね、とりあえずログイン率を高めてもらう。
一回使ってる人がやめてしまうっていうのがやっぱりもったいないので、まあ、その辺も含めて改善していくみたいな話が書かれています。はい、あとはですね、ちょっと大きいのではこんなニュースもあります。ツイッターがリスト登録時の通知を撤廃すると発表、2時間後に撤廃を撤回というふうにですね。まあ、日本ユーザーのですね、利用が結構大きいので、日本ユーザーからこういうようなことがあると、実際にね、この、もうブレブレになってるっていうのがツイッターの今現状なんですよね。はい、そして2017年2月10日、ツイッター赤字が大幅拡大と、ユーザー数も3億、1.1900 万人で、伸び悩んでいるよっていうことです。あとですね、まあ、ツイッターに関するニュースで、面白かったのはですね、こちらです。2017年1月28日ですが、ツイッター新機能、もっと探すタブを追加。これ以前にもちょっとね、動画でも、話したことあるんですが、この検索がされているようになって、この後出てきますけど、検索をね、ツイッターする人が増えてるって話の中で、もっとね、検索機能を使いやすくするために、今までは上にね、検索窓があったのを下のですね、方に移したと。下の方がね、スマホで見てる場合は、親指で届きやすいので、下に移したっていうものを、ここにですね、話しています。はい、そしてですね、続いて見ていきますが、こんなのもありましたね。はい、Twitter、1月19、バイボタンを廃止へと、e コマースへの取り組みに終止符ということで、まあ、どん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 新しい機能を出していくツイッターなんですけど、まあ、どん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 やめているっていうのも現状で、こういうですね、まあ、SNS とソーシャルコマースといって、SNS とその購買をですね、つなげていこうみたいな流れが一時あったんですけど、まあ、ツイッターはこれをやめるということで、僕もね、あまりSNS から商売つなげる誘導っていうのは、あまり効果的じゃないなというふうにもう前から言ってますよね。ツイッターもやめます。そしてですね、こちら、バイン終了。そうですね、今年としては大きいニュースは、バインが終了しまして、バインはアプリになって、アプリとしてツイッターやフェイスブックなどに投稿できるようになりましたが、バイン終了したにもかかわらず、バインのですね、サービスを、そのサーバーをね、残したりみたいな形で、まだ未練があるみたいな話なんかも出ていますね。はい、そしてですね、あとは、国内ではこんな感じですかね。1月までに、バインサービス終了というような形になっているんですけど、では、ちょっと遡って、2016年の方に見ていきたいと思いますが、はい、そうですね。ツイッターが投稿済みのツイートを編集できる機能を検討か。実装されれば誤字などに対応できるかもということで、これは本当にいいニュースですね。まあ、Facebook はね、編集今できるようになってますし、Instagram も編集できますが、まあ、Twitter はできないので、もう一回ね、つぶやかなきゃいけないんですね。さっきの間違いでした。もしくは削除しなきゃいけないんですが、まあ、Facebook がやってるように、編集履歴みたいなのを残すような形になれば、まあ、もう一回つぶやき直さなくてもいいし、例えばね、リツイートされていってるものとかを、途中でね、内容書き換える人がいるんですよね、リツイートね。だから、まあ、そういう問題もあったりするので、まあ、ツイッターは、そのリアルタイム性っていうのを活かして、編集できないようにしているんですけど、まあまあ、この辺ね、対応してみるっていうのもいいかなと思います。はい、12月30日、ツイッター360度ライブ動画の配信を、ペリスコープでもスタートということで、これ大きいですね。先日お伝えしましたが、僕が使っているこのインスタ360というですね、カメラの方もペリスコープ対応になってますので、またこれ近日ね、やってみたいなというふうに思ってもいます。はい、そしてですね、やっぱ大きいニュースなんかこれです。2016年12月27日、Twitter Japan の発表です。日本の若年層、10代から20代は、Google より Twitter を検索する回数の多い。これは本当に大きい事件だと思いますね。まあだからといって、その検索が多いから、その購買してる人が多いではないんで、Google で検索しているものと、Twitter で検索しているものは違うんだけど、だからまあそうは言っても、Google で検索している人も購買してる人ばかりとは限らないわけなんで、ただその購買欲の強さがどのぐらい違うかっていうと、やっぱりなんだかんだ言ってまだまだ Google は僕は強いと思ってますが、
ただ実際にツイッターで検索して物を買う人がいるっていうのも事実なので、まあ、この辺がちょっと無視できない感じになってきたかなと思っています。はい、そしてですね、こちら、12月20日、ツイッターの検索結果の話題ツイートはキーワードの関連性順にということで、まあ、こういうですね、アルゴリズムの変更っていうのをいろいろやってきています。はい、そして12月15日、ツイッターモバイルアプリでのライブ放送を可能に、ペリスコープは存続ということで、これも大きい事件でしたね。これによって、ツイッター、ペリスコープ今まで入れてくださいって言われてたので、入れなくても、見れるようになりましたんで、これは大きいと思います。これやるんだったら、バインも入れればよかったなと、個人的に思うんですけどね。はい、こんなことが出てます。そしてですね、続いては、こちらです。こちら、これもしよかったら、ぜひ見とっていただきたいんですけど、2016年、ツイッターリツイート数ランキング20、が発表されまして、まあ、ツイッターでどんなものが話題かっていうものを振り返れるので、なかなか面白いと思っています。はい、あとはですね、ツイッターのですね、いろいろ変わりましたね。こんなのも変わりましたね。ツイッターのモバイルアプリ、会話をリプライ数が多い順表示に、みたいなとか、変わっています。あとはですね、大きかったツイッターの変更は、そうですね。まあまあ、こんなのも大したことないですけど、ツイッターにスキャンするだけでフォロー可能 QR コード機能、日本からの提案で実装みたいなのも出てきています。はい。そしてですね、他にも、こちらですね。ツイッターのハイライト機能が iOS 版にもということで、こんなニュースも出てきています。そして、まあ、さっきも言いましたように、国内ユーザー数が4000万人突破と、ツイッター公式ツイートということが11月2日。まあ、前回が3500万人だったので、まだユーザー数が増えてるということで、話題になって、もう一度ね、ツイッター再燃というか、もう一回再注目って話になっているんですけど、まあまあ、これはですね、僕も、まあ、ツイッターをね、もう一回そのビジネスにっていうようなことで、いう動きがちらっと出てるんですけど、まあ、これに関してはちょっとね、疑問符はあります。つぶやいたら売れるっていうような甘いもんではないんですよね。だから、その昔言われたような、なんかね、気軽につぶやけてリアルタイムに見てもらえるみたいなものってのを期待しすぎない方がいいと思います。昔ほどはね、昔は、ツイッターを見てる人の時間が長かったので、そういうようなことができたんですけど、今、これ Facebook に映ったってわけじゃなくて、Facebook もあるし、インスタもあるし、YouTube もあるし、ミクチャーやですね、スナップチャットやですね、まあ、スノーカーですね、まあ、いろんな SNS とか出てきているので、一つ一つのサービスに、時間をね、かけてる時間っていうのが、昔より少なくなってるんですよね。だから、ユーザー数がいるっていうのは、見ては、要するにユーザーとして利用してはいるけど、時間が長いかっていう話とは別なんですね。だから、Facebook 離れしてないとかね、言うんだけど、Facebook 人口が増えてるから、ユーザー離れしてないっていうことじゃないんですよね。つまり、Facebook にアクセスしてる時間が増えてるか減ってるかっていうことが大事なんですよね。ユーザー数以上に大事なんですね。なんでかって言ったら、いくらフォロワー集めていても、いくらいいね集めていても、ユーザー時間が減っていれば、見つけてもらえる確率は減るからです。LINE のようにプッシュ通知できないからですね。だからここはすごい重要な問題だと思っています。はい、そしてですね、あとはツイッターからどんどんですね、人員削減とかですね、有名な人を辞めるみたいなことも、問題になっています。そしてですね、あとは、ツイッターの身売りの話がね、去年の11月から10月ぐらいに出ていたんですけど、この辺もですね、頓挫しました。誰もね、買い取ってくれなかったっていうことなんかも出ていますね。まあ、そんな感じで、10月でいうふうに見ていきましたが、その辺、あとね、ツイッターモーメントね、9月利用可能。これ結構ね、ツイッターとして大きくて、今後、こういうまとめサービスがね、利用していくか、普及していくかってことは結構課題かなって気がしています。みたいな感じですかね。ここ最近のニュースですと。またですね、随時、2017年以降は、この記事にですね、追加していきますので、ぜひよかったらですね、
ブックマークなどしていただければ、随時更新ネタ見れますし、私のツイッターフォローしていただければ随時更新しております。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。